皆さんこんにちは。カメラマンね、まさくん、お久しぶりです。まさくん、お久しぶり、お久しぶりです。あの今日はガッツタイヤさんのガチャを回していきたいと思います。あの両親接点すぎてガチャが人気で、この前までドラゴンボールバーってあったのよ。両親接点すぎてここまでガッスリ利益取らないよっていう方針でされてるそうで、それ売り切れるよね。すごいよね。いや今日この差額になっちゃいましたよ。俺的に欲しいカードといえば、やっぱこの身勝手の奥か、守ってるけど君の解放し右にしよう。あやっぱこれは欲しいわ。それ前出したよ。それ神戸で前出したよ。あなたが出してしかもなぜか俺にくれたじゃん。これ以外がねだったらいい。別に俺どれでもいいから。苦手出たら最高だけど。オッケー、まず1個目いきましょう。いきなり当たったらさ、尺どうしよう。おい、あ、こういう感じで入ってくる。コモン。なんかこのガチャを開ける感じ懐かしい。ガチャ開けるの久しぶり。あ、そう。うん、5点ベジータ、あ、ミス、あ、これでも全然外れのパターンね。カードの担当者の方がすっごいいい方だった。ああいう方だとこんな良心的なガチャになるんだなって。よし、行きましょう。2個目、ベジータをゼノ以外、ベジータをゼノ以外が俺は来てほしいね。はい、コモンと。でもちょっと待って、やばい、アンゴル、孫悟飯じゃん、せーの、ジャンと。おお、スーパーレア、スーパーレアのゾルドが来ました。あれ、売り切れ終わったよ。もう1個ぐらいのあるでしょ。あれ、これ売り切れた。マジで売り切れで間違いないです。こっちは売り切れです。こっち回そう。だからもうこれ自体出てこない。あ、もう安心だよ。とりあえずさ、ちょっと何か来てくれないと俺困るんだよ。何か来てくれないとさ。さあ行こう。おい、さあ、コモン大豆でテレフォンシント。お、光ってんぞ。これ来てんじゃねえか。うい、悟空でしょ、次せーの、ちゃんと。あ、来てねえな。セル、ボタム、大豆と。何が来ると思う。ビルス。キャンペーンじゃんこれ。これはあれだな、俺それ以外がいいな。ビルスないけど。さあ行きましょうって言ってたら、そういうふりをするから多分ビルスやったんじゃないの。でかゼノ、ちゃんと。最高、ゴロさん、レアのバダック、ゼノ。ほい、あ、来てないわ。これは外れだね。外れ、そろそろ外れ2連チャンってことしよう。売り切れよ。売り切れ、売り切れ来たらもう今日終了やん。よいしょ、輝きを見たいです。私もうトランクス GT のレアのヒットの、あれ、でも外れですね。ここね、よいしょ、ジャンプ。はい、チャオズでしょ、キャベでしょ、スーパーレアっぽい光が方がキャベ、はい、トランクス GT からのウィスさんとセル。こっちのさ、最後の600円がさ、地味に痛かったよね。あの、最後の2個当てちゃうっていうね。さあ頼むよと、バーダック来いよ。バーダック来てくれよと。仮面のバーダック来い。でも違う、ほらシールが、これ当たりじゃん。いや、これ当たりよ。それじゃないでしょ、これシールが2個っていうことは結構いい当たりだぜ。せのちゃんと、仮面眼の当たりは何が来るんでしょう。ハルハルスからセイノちゃんと、コモのピッコロさんと、次かな、金色の光が見えた。セイノちゃんと、でピッコロさんでしょ、ピッコロさんからのセイノちゃんと。おっしゃ、俺狙い通り、俺の言った通りじゃん。俺の言った通り、バーダック。そんなやってもさ、カメラ外だからその顔伝わんねえから。言葉で喋んねえと、チッとか言わないと伝わんねえから。待って、こうやって髪振ってもさ、カメラ見てる人にはさね。やった、1500円でこれが来た。ほらめっちゃ良心的だな。こっちの600円が余計だったけどな。まあ誰かがさ、これがこれだって言うから。そう、欲しかったね。いや、萌えて萌えて生やねんって言わないから。